FM 読谷防災情報番組、災害時は786。1時になりました。 FM 読谷沖の皆様、こんにちは。この時間は FM 読谷防災情報番組、災害時は786、お届けします。今日2014年7月の24日木曜日、この時間のパーソナリティ、私日賀美由紀でございます。どうぞこの1時間よろしくお願いいたします。改めまして皆さん、こんにちは。それではこの1時間、 FM ゆめたん防災情報番組、災害時は786をお届けいたします。この時間の、番組タイトル、災害時は786、数字の786、これは、何の数字か、もう皆様ご存知ですか？この数字の786は FM ゆめたんの周波数、そう、テレビでいうチャンネルのことを言います。 78.6MHz ということです。この災害時、さまざまな災害時というものがありますけれども、自然災害では、先日の台風8号のようなですね、台風情報や、そして、地震、津波、本当に自然災害のものをですね、また皆様に、そして緊急時、
皆様に伝えないといけない情報などをですね、お伝えするときにですね、災害放送に切り替えてお届けするんですけども、その際には皆様が私たちの、周波数をね知っていただければ、あ、何か情報を言ってるかもしれないということで、ラジオのチャンネルを 78.6 メガヘルツに切り替えることができます。よくどうやって覚えたらいいのかなと言われますけども、あまり言いたくないんですけども、悩むで覚えていただきたいと思います。さあ、周波数悩んでたら、悩む786なんだということをですね、覚えていただけたら嬉しいですね。よく本当に皆様のこの周波数数字だから覚えにくいんだよねとよく言われるんですけどもね、私はもう以前からですね、本当に大きな声では言えないけど、786は悩むで覚えるといいんですよとね言っていますけども、これをね、うちの局長に言ったら怒られるかもしれませんけどもはい、でも皆さんですね、こういう頭の隅でも構いません、災害時、情報を発しております FM ユミタン 78.6 メガヘルツ、ぜひお聞きください。そして、先週からですね、ずっと嬉しいお言葉をかけていただいております。ここでご報告させていただきたいと思います。台風8号、今回の台風8号はですね、特別警報が出る全国でも初めてというで、特別警報をこの沖縄気象台の方発表いたしました。もう最大級のこのですね、数十年に一度来るか来ないかのですね、備えが必要な時にこの特別警報というものをですね、お伝えするんですけども、以前から、皆様にこの特別警報どういう時に使われるかということをですね、この時間にお届けしておりました。覚えていましたか？昨年の8月からスタートいたしましたこの、特別警報なんですけども、これは気象庁がですね、重大な災害の起こる恐れが著しく大きい場合に特別警報というものを発表するんです。警報の、発表基準をはるかに超える現象に対して特別警報を発表します。特別警報は東日本大震災における津波や平成23年の台風第12号による豪雨、伊勢湾台風による高潮のような警報の発表基準をはるかに超える異常な現象が予想され、また重大な災害が起こる恐れが著しく大きい場合に発表されるのが特別警報というんです。警報の発表基準をはるかに超え、現象に対し甚大な災害が発生する危険性を十分に伝えることができない、そういう時には、気象台の方からですね、特別警報という言葉に切り替えて、皆様にお届けすることになったんですよね。この特別警報を新設し、災害発生の危険性を分かりやすく伝えるためにこの特別警報という、言葉が出たんです。以前まではですね、昨年の8月、前まではですね、この東日本大震災の時は震度5と言ったり震度6と言ったり、ね、震度6弱、震度6強、震度7、どれが本当なのかわからない、ね、大津波が来ますよということ、ね、お伝えしているんですけれども、あれは大津波以上なものがね、この東日本大震災の方には来ました。この平成23年の方の台風12号、こちらの時も、こちらはですね、宮古島などをですね、本当は電柱がですね倒れるほどのですね大きな被害がありましたね。そんな時には、風速何十メートル、60メートル、70メートルといっても私たちのこの感覚的にはよくわかりません。その際、気象庁の方が今回ですね、昨年の8月から新設しております特別警報、ね、この特別警報をですね、昨年の8月に設置いたしまして、ね、皆様にも呼びかけをずっとやってきました。この特別警報がですね、使われることはめったにないだろうと言われておりましたけれども、ね、先ほども言いましたけども、警報の発表基準をはるかに超える現象
ね、何十年に一度あるかないかと言われるですね、現象に対して発表される特別警報の予定だったんですけれども、なんと1年もならないうちに今月沖縄県の方で全国で初めてこの台風8号によるさまざまな災害被害に備え特別警報が発表されましたね。もう本当に風、雨、波浪、もう本当にすごかったです。そこで私たち FM ユミタンの方もラジオ 78.6 メガヘルツの電波を通して皆様に特別警報というものがどういうものなのか、これが発表するとどういうことをしなければいけないのかというものをですね伝えてきました。ここユミタン村の方はこの台風8号が過ぎ去った次の日、朝方からですね、降り続いた雨、急激に6時30分頃からですかね、すごい大雨が断続的に続きました。もう前が視界が見えないほどの雨。そうするとみるみるうちにね、さまざまなとこで冠水情報が出ました。その場所に行けない、たどり着けない、まさかあの国道58号線が冠水するなんて誰もが思わなかったですよね。また読谷村の比謝ね、あの比謝川が氾濫したんです。その氾濫した際にもリスナーの皆様を中心に、二来消防、そしてですね、嘉手納警察署、またここ読谷村のですね、読谷村役場ね、いろんなところからの情報をですねいただきまして、私たちは放送させていただきましたね。本当に読谷村はあの周りからですね、またこの冠水がですねあまりにもひどくて、この読谷村内から出ることができませんでした。また時間帯は本当に出勤の途中、出勤中ね、いろいろあったと思いますけど、もちろん大人だけではございません。子どもたちの、通学の時間帯にもなっていたんですよね。さあそこで通学の時間帯で子どもたちは学校なのか学校じゃないのかね、判断をですね、できなかったあの方たちも多かったのではないでしょうか。そこで読谷村の方ではですね、読谷村教育委員会から早めのですね一報が届きました。7時30分頃でしょうか、沖縄県の方が発表する前にね、読谷村の村の教育委員会の方で読谷村の、小中学校ね、幼稚園を含め小中学校村立はですね、1日休校とね、すごい早い判断をしました。それをですね、情報をいただきましてすぐ一報で流させていただいたんですよね。さあ学校に連れて行こうとしていた親御さんからですね、 FM ユミタンは早かったね、ありがとうございます、聞いててよかったという声をですね、もう先週からずっと声をかけていただき、本当に私たちも感謝したいと思います。もう皆様がこういう FM ユミタンの方で、この災害時にはね、何か言っているであろうと思ってくださることをですね、すごく嬉しいなと思いました。またこういう番組をやってて、本当に良かったなということもですね、つくづく思います。ね、この時間帯もやはり忙しい時間帯だと思いますけども、真剣にですね、もうこのラジオをですね、そばに置いて耳を傾けて聞くっていうことはなかなかできないかと思いますけども、仕事をしながら、家事をしながら、ちょっとお昼寝がてら、ラジオを聞きながら、ながらでいいので、この番組は聞いていただきたいなということをですね、ずっと思っております。それが今回の台風8号、ね、皆様がですね、気にかけていただき、そして情報をゲットしたということになります。ね、本当に私たち FM タウンの方もですね、皆様、本当にリスナーの皆様からのたくさんの情報もいただきました。台風8号、そして次の日のですね、大雨特別警報が発令され、そして、様々なところで冠水情報などもお届けすることができました。本当に心から FM タウンの方をですね、被害に遭われた皆様にお見舞い申し上げ、そして多くのリスナーの皆様、関係機関の皆様からのですね、情報提供、本当にありがとうございました。さて、今日はですね、CM を挟みまして、また皆様にですね、この時期観光シーズン、そして、様々なですね、新聞記事にも、災害について掲載されておりましたので、ご紹介させていただきます。
時刻は1時17分にもう間もなくなります。お届けしております FM ユミタン防災情報番組、災害時は786、お届けしております。それでは皆様に情報をお伝えする前に一曲お届けいたしましょう。復興応援ソング、小さな靴。
この時間は皆様に7月23日水曜日琉球新報の方に掲載されていた記事ご紹介いたしましょう。こちら被災地の今伝えたい。中学生記者で東北派遣。名護市の矢ヶ地中学校3年生の義間遥香さん15歳が沖縄県代表の中学生記者として東日本大震災の被災地に派遣される。義間さんは被災地の今の状況や暮らしを沖縄の人にも伝えたいと意気込みを語りました。仮設住宅取材に意欲。派遣は福島民報社、河北新報社、岩手日報社の3社が企画する写真で綴る被災地の今を伝えるプロジェクトの一環。各県から一人中学生記者をですね、募り、被災地の現状を写真と文字で伝える。記事や写真は全国の地方紙に掲載される予定です。矢ヶ地中学校では震災直後から今までの3年4ヶ月間被災地に義援金を送る活動を続けています。入学してから2年間活動に携わってきた義間さんは義援金活動のことを作文に書いて企画に応募しました。義間さんは被災地の人が少しでも元気になってくれたらとの思いで続けてきたと振り返ります。生徒会を担当する西目教諭は、沖縄では震災の記憶が薄れつつある。遥香さんが被災地で見たことを伝えることで一緒に考えていけたらといいと派遣に期待しました。義間さんは11月から岩手県で取材活動を行う予定です。ちゃんとした言葉で伝えられないかもしれないが、仮設住宅で暮らしている人たちの思いなどを広く届けたい。東北の人や全国から集まった記者たちと情報交換できたらと話しています。被災地の今を伝えたいということで、名護市の矢ヶ地中学校の義間遥香さんが今年11月に東北に派遣されるようです。中学生記者。中学生のその記者がまだ幼い目でどのように東北を見てどのようなことを感じ、そして義間さんのどういう言葉で伝えられるのか、また文字にされるのか、とても期待を寄せたいと思います。生徒会を担当する先生も言ってました。沖縄では震災の記憶が薄れつつある。確かにそうかもしれません。以前よりは震災の話というものが出てきていないかもしれません。がしかし絶対に忘れてはいけません。私たち生き残っている、そして、他の都道府県の私たちは今東北が何を求め、今どういう形で動いているのかをしっかり見る必要があると思います。そして東北の皆様がいつも口々に言います。ぜひ来てほしい、見てほしい、今の現状を。ぜひこの長い夏休み期間中、旅行を考えている皆様も多いかと思います。逆に東北の方々は気分をですね、変えるためにも沖縄に来ていただきたい。青い空、
青い海、そして自然豊かな緑、いろいろな配色がありますこの沖縄県で、自然の風を感じながら一日のんびり過ごすのもいいかと思います。がしかし沖縄県民の私たちは、逆に東北に足を運んでもいいのではないでしょうか。東北に足を運ぶといろんなごちそうになりますよね。いろんな食べ物も、その地域地域の食べ物もあると思います。その食べ物を買うために、そこでお金を落とし、そしてそこで宿泊をし、そうすることによってこの村、市、東北がまた豊かになるんです。がしかし、まだまだ復興の進まない東北地方、ぜひ多くの皆様がどのような、目で見て、どのように感じたかは、皆様が実際に足を運んでから感じることだと思います。ぜひ足を運んで今の東北を見ていただきたいと思います。そして今ご紹介いたしました八ヶ地中学校のですね、木間さんの期待にも応えたいと思います。ぜひ頑張ってください。時刻は1時31分です。お届けしております FM 読谷防災情報番組、災害時は786お届けしております。さて、この時間は、こちらは7月23日水曜日、沖縄タイムスに掲載されていた記事です。今回の19面、教育面に掲載されていた記事だったんですけども、さあ、私たち FM 読谷、私たち FM 読谷の方はですね、ソーシャルラジオということで、沖国ソーシャルラジオにですね、なんと沖国のこのブースにですね、スタジオを作りまして、毎月第4のですね、金曜日にね、最終金曜日に、番組をお届けしているんですけども、
さあ、その沖国ソーシャルラジオの記事が今回掲載されておりましたのでご紹介いたします。震災復興担い手もケア。今年3月から6月にかけ、東日本大震災や阪神・淡路大震災の被災地を訪れた沖縄国際大学の学生3人が6月27日に FM ユミタンの番組沖国ソーシャルラジオに出演し、現地の状況を報告しました。被災地の市役所職員や新聞記者から話を聞いた学生は、復興を担う立場の現場従事者はなかなか心のケアを受けることができない、彼らへの支援が必要だと訴えました。沖国大生ラジオで現地報告。番組沖縄、番組沖国ソーシャルラジオはFM 読谷で昨年11月から月1回放送されています。沖縄国際大学の福祉ボランティア支援室に特設スタジオを設置し、毎回テーマを決めて学生らが出演しています。さて、この日のテーマは震災と心の復興。3月に岩手県の大津町を訪れた沖国大生2年生の又吉真奈美さん、4年生の金城さん、3年生の下地さん、現地の様子を語ったそうです。又吉さんは岩手県に行った後、阪神・淡路大震災の被災地神戸市を一人訪れました。1995年の震災当時、遺体安置を担当した市役所職員や自身も被災しながら取材活動を続けた神戸新聞の記者に話を聞き、知ったのは復興を担う現場の人たちが自身の心のケアを受けることができず疲労しているという現実でした。市役所職員は水や電気、線香や花もない中、24時間体制で遺体安置に携わり、混乱した遺族から罵声を浴びせられてもどうすることもできなかったと話してくれたといいます。又吉さんは現場を担う立場だからこそなかなかケアを受けられないという現状があった。現場従事者へのサポートも必要だと指摘しました。岩手県大津町では3人で6軒の仮設住宅を回って住民の話を聞きました。若い人へは県外へ働きに出ていて、高齢者がほとんどだったと話しています。聞き取りの中で住民に、もっと聞くことはないの?と言われたといいます。金城さんは、もっと自分たちの状況を知ってほしい、話を聞いてほしいという思いを強く感じたと強調しました。笑ってお茶を出してくれるおばあさんが、いつも笑ってるわけじゃないのよとこぼしていたのが印象的だったようです。それを金城さんが切り出すと、下地さんは、新聞やテレビでは節目の時だけ震災特集を組んだりするが、被災地では 3.11 がずっと続いていたと語りました。さあ、この
沖国ソーシャルラジオ。この沖国ソーシャルラジオの、内容、そして、今後のこの、今ご紹介いたしましたお話、約1時間番組を担当しているんですけれども、その際にですね、ぜひ皆様にも聞いていただきたいと思います。沖国ソーシャルラジオは毎月第4金曜日の午後3時から4時、また聴覚に障害のある人もラジオを楽しめるよう動画配信サイトユーストリームでスタジオの動画を配信し、字幕テイク役の学生が会話内容を文字に起こして、またこの同時に字幕をつけて皆様にお届けしております。目が見えない、視覚障害者はラジオという声を聞いてこの番組を聞いていただきたい。そして今度は耳に障害がある方、聴覚障害、その方々はラジオ、音を聞くということはできませんので、目でそれを読む。そうするとその内容や今やってるラジオも自分たちも同じように聞いてる。それが沖国ソーシャルラジオでございます。ぜひ多くの皆様に見て聞いていただきたいんです。今回の震災復興担い手もケア、皆様がまた感じることができなかったことがこの学生の3人が感じ取ってしっかりと伝えておりますので、ぜひ多くの皆様、 FM ユミタン動画で配信いたしました沖国ソーシャルラジオ、ぜひご覧になってください。 FM ユミタンのホームページからご覧になれますので、よろしくお願いいたします。以上、この時間お届けいたしました。この時間は沖縄タイムス教育面に掲載されておりました震災復興担い手もケア、こちら沖縄国際大学と FM ユミタンの方が番組を担当しております沖国ソーシャルラジオの記事掲載されておりました。2011年3月11日、誰もが心を痛めた日、目の前に映るすべてのものをさらっていった。でも心は変える場所がある。お帰りなさいと迎えてくれる場所がある。目には見えないその場所は光があふれている。花も木も風も生きている。歌うことも笑うことも生きている。生きるものに触れることで私は生きている。そしてこれからも生きていく。泣けてきた胸が張り裂けそうで、優しく囁いてる。
お届けした曲はこの場所から東北へエールを。それでは今朝の琉球新報ご紹介いたします。今朝の琉球新報は、市町村名の方になんと今度は糸満のですね、糸満署がですね、今月の18日に大規模地震などに伴う大津波のですね、発生を想定した警察署の機能の移転訓練を実施したそうです。訓練は昨年に続き2回目、署員約20人が参加し、海に近く、また標高 2.1 メートルの低地にある糸満署から、署の大開設の県立糸満青少年の家、こちらは標高50メートルがあるんですけども、そこまで重要な資料や無線機など大型トレーラーで移送し、災害発生時の周辺地域の被害状況と大火施設への通行可能ルートに関する情報の収集や、逮捕後に、身柄を、拘束した事件や犯人の移送訓練なども行ったそうです。糸満青少年の家では、災害警備本部や各種業務窓口の設置訓練を実施しました。また糸満、こちらですね、訓練を実施、こちら糸満署のですね、所長は、災害はいつ起こるかわからない、でも本当そうですよね。訓練を通して災害時に迅速な行動ができるようにすることが重要だと話したそうです。東日本大震災を教訓に、糸満署は昨年8月、災害時の署の大火施設として県立糸満青少年の家を使用する協定を指定管理者の KBC 学園と締結したそうです。さあ、いろんな各市町村がね、こういうふうに標高2.1 メートルの低い位置にあったら、いつ何時起こるかわからない、この災害ね、そういう時にどのように対処するかということもですね、今のうちに考える必要があると思います。起こってほしくはありませんが、もし起こってしまった場合は、身動きができない、身動きが取れない、そういう現場にならないでいただきたいと思います。さて、皆様の地域でもいろんな活動をしているかと思いますけども、ぜひ絶対に役立ちますので、各地域の皆様や市町村の方にもどんどん伝えていただきたいと思います。この時間は FM ユミタン防災情報番組災害時は786お届けいたしました。
最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。また来週この時間お耳にかかりたいと思います。お相手は日賀美由紀でした。海の青さをその深さを気高く悲しい波を思い出そう真綿のよう